おはようございます。おはようございます。じゅんです。のみです。今日はね、初めてほのちゃんとラウンドします。ここはどこでしたっけ。これ以上は南茂原ちょっと噛みました。噛みましたよね、はい、南茂原カントリークラブ、はい、ちょっとゆるい感じになっちゃうかもしれないんですけどラウンドしていきたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。この後スペシャルゲストがなんと来るということで、まあ、ちょっとスタートはね間に合わなかったんですけど、後から紹介できたらと思います。すっごい可愛いゲストです。まっすぐ、まっすぐ、はい、行けるかな。お願いします。お願いします。ナイスショー。よいしょ。うまい。ほのちゃんは何歳？19です。19歳。何歳ですか？本当ですか？めっちゃお姉さん。めっちゃお姉さん。10個も離12個離れてるって。あれ、絵と一緒？あ、辰年。辰年だ。一回りも違うの。ついにね、こういうリアクションする時が来たんだなって感じがします。19歳。でも全然見えないですね。いや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 、もう、いろいろ頑張ってんのかな。そうか、19。で、ゴルフはもう4年しかまだやってないって聞いたんですけど。はい。え、もう始めた時からもうプロ目指そうみたいな？いや。全然そんな、全然そんな感じじゃないんだ、はい、なんか始めたのは、うん、なんか小2の時に一回始めたんですけど、うんうん、もうすぐやめちゃったんですよ。なんかね、その時はなんか動くのが好きだったんで、ゴルフってなんか止まったやつじゃないですか、うんうん、でね、なんか全然つまんないと思って、うん、で続けず、でもうすぐやめて、うん、で中学の部活でテニスやってて、うん、なんかテニス部にゴルフやってる子がいて、へー、あ、なんかゴルフにテニスがいいんですよみたいな。へー。で、その子はゴルフメインだったけど、テニスをちょっともう来てたんですよ。へー。で、え、ゴルフやったことあるんだけどと思って、うんうんうん、で、なんかそっからなんかゴルフもう一回行って、うん、テニスやってたからなんかちょっと似てるじゃないですか。で、え、なんか楽しい。へー。そっからです。そっからなんだ。で、なんか遅いじゃないですか、うん、始めたのが、うんうんうん、で、なんか高校で寮入って、あ、じゃあもうそっから本格的に、はい、へー、すごいスタートだね、はい、長い。ほのちゃんに置いてかれないように頑張ります。はい、220あるけどもう手前もう届かないよね。先に当たっちゃったから握っちゃうかと思ったんですけど、大丈夫、大丈夫でした。今狙ったの？狙いました。長かった。長かった。長かった。思ったより、うん、一発目から2本も長いみたい。一発目からきつっと90だと何で3番？5番ですね。あ、5番。え、ドライバーは220。あ、結構飛ぶんですね。飛ばない。飛ばない方。飛ばない、
ラインめっちゃ悪くないですか全部うん、難しい。ナイスでーす。なんか硬いのかな。硬いですね。なんか音がハンってね。え、今日何フィートですか。9.5 フィート。好きなの？どこの店が一番とかある？なんかいっぱいあるじゃん。でもゴンチャが一番美味しい。あ、ゴンチャが一番美味しいんだ。あとなんか犬の、わかります？犬のマークのタピオカ、うん、タピオカ、あ、ブループル、わかんない、わかる、っていう、わかりますかね、なんかすごく美味しいです。味が違う、なんだろう。昨日スタバ行ったし、はい、なんかとりあえず甘いものが好きです、飲み物が甘い飲み物が好きなんだ、はい、でも炭酸とかは控えて飲まないようにしてます。え、なんでですか。なんか、うん、体に悪そう炭酸がね。コーラとかちょっとなんか、コーラとか確かにちょっと悪そうな、ね、うん、感じはするけど、まあ、その炭酸はあんま好きじゃないから。本当ですか、うん、飲めない。へえ、甘いものか。甘いもの大好き。なんか最近ちょっと太っちゃって飲みすぎてお菓子も大好きだから。へえ、食べない日ないです。お菓子マジ、うん、すごいね5番打つとね、左目狙い。やば、やったわ。失敗丸。ナイス。ラフ失敗して今もうなんかがっかりしてる、がっかりしてます。ここです、私のボールは。この先右に池が出てきますやっぱり、はい、なので、まあ、カート道ほのちゃん大丈夫、今のは大丈夫、カート道より右行かなければ大丈夫。ナイス。大丈夫ですね。です。やばい。お、あ、奥の。降っちゃった。降っちゃいました。降っちゃいましたね。さあ、多分130ちょっと。6番、はい、6番アイアン。やだな、あのバンカー。あ、
届かないかもしれないこれ。ゴー。え、消えた。消えた。消えた。なんか、え、埋まったかな。なんか、ヒューって入りましたよね。入ったのいない。埋まったかな。ちょっと今アイドルっぽく、うん、入っちゃったみたいなやつが。あ、そっか。入っちゃった。なんか振りが可愛いですね。いい、よかった。はい、これちょっと炎上しかねない。あ、埋まってるじゃん。ほら耕した後に。あ、本当だ。わあ、これは丸見えショットだな。ナイス。ナイス、めっちゃ近い。本当ですか。うん。ナイス。もうこれはめっちゃこっちに行こう。待って。出るかな、これで。出るかな。もうバーンって。行くよ。ちょっと埋まりすぎてて全然出ませんでした。うまい。ナイス。ナイス。ナイス。パー？パー。ナイスパー。私はこれを入れて8。はい、ナイス。8です。さあ、そうこう言ってる間にゲストが到着したので紹介していきたいと思います。イエーイ。早速ね、紹介していきたいと思います。どうぞ。おはようございます。すみません。いえいえ、わざわざね、博多から今日来てくれました、はい、元 HKT48、はい、そうです、山本真央さんです、はい、お願いします。お願いします。お願いします。めっちゃ可愛い。お願いします。小顔なんか習いたくないですね。ちょっとね、ジュンさんの私なんか真ん中に立ってるのがすごいやだよ。可愛いです。じゃあね、ちょっとね、前も開いちゃってるので、はい、いろいろラウンドしながらいろいろ聞いていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。確かに急にショートだし、気あるしみたいな。何番で打ちますか。7番です。7番、はい、お願いします。お願いします。すごい。よかった。すごい。めっちゃうまい。お願いします。すごいですね。急にって。え、マーさん結構やってるんですか、ゴルフは。昔から。小5から始めました。あ、小5から、はい。そうです。7年間、6年間ぐらいやってます。アイドル活動しながらゴルフもやってたの。あの、アイドル活動始めて高校で辞めたんです、1回。へえ。そう、それでアイドル入って。うん、徐々に始めて、また再開。そうです。いや、もうね、HKT といえばっていう、もうめっちゃアイドルですよ。めっちゃアイドル。めっちゃアイドル。めっちゃアイドルですよ。そうですね。だってね、コンサートとかも、はい、何人ぐらい入るんですか、あの
一番大きい時とかだと一番大きい時何年ぐらいだとあんまり分かんないんですけど、まあね、素晴らしい光景が、ね、そう目の前に広がってました。そこで歌って踊るんですか。でもすごいです、本当に最初、うん、サイドステップさえもできなくて。サイドこういうの。そうです、そうです。16ビートも思うじゃない。ジュさん行けますよ。行ける行ける行ける行けますよね。でもレッスンして、そうですね、レッスンして徐々に踊れるようになってきて。へー、すごいな、アイドル。ゴルフしてたらアイドルともゴルフできるようになるね。ゴルフは広がりますね。ゴルフ広がりますね。素敵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 。パターやっていきましょう。いや相当でかいですね。ね、結構風乗っちゃったんだな。ナイスタッチ。です。惜しい。ナイスパー。わあ、惜しい。なんと。1ホール目です。これからですね。これからですね。